日本九州地方福岡県福岡市西区西福岡マリナタウン西福岡マリナタウンは福岡県福岡市西区にある博多湾埋め立てによるウォーターフロント開発によって誕生した住宅地区の愛称。行政地名は愛宕浜1丁目から4丁目まで。2021年5月末現在の人口は8734人。福岡市西区北東部の室見川と長良川に挟まれた海沿いに位置している。福岡市が1981年に策定した第5次福岡市基本計画中、21世紀を目指した海浜都市づくり構想に基づき、1982年から1988年4月までに行われた博多湾埋め立て第1期工事、事業、百字地区、小戸、姪野浜地区のうち、姪野浜地区が当該地である。埋め立てには海底砂の浚渫土砂のほか、旧佐原炭鉱、第2港近くにあった母田山の母田や、同時期に移転解体した旧福岡県県庁舎のコンクリート廃材も使用されている。西福岡マリナタウンの愛称は、福岡市の職員などによる公募で1986年10月22日に決定した。当初より都市化に伴う人口増に対応したニュータウンという位置づけで、閑静な住宅地区を目指して造成されたため、総面積 76.4 アワーズのうち 41.8 アワーズが住宅用地である。海沿いに人工海浜を要するマリナタウン海浜公園、防風林を挟み海沿いに、高層マンション群、旧海岸沿いの内陸側に分譲戸建て住宅、区域内に小、中、高校や公園、緑道を廃止、極力商業施設を排除する計画都市とすることで、都心に近い場所でありながら閑静な環境を実現している。埋め立て完成時の地名は一時的に隣接地の姪野浜3丁目であったが、1988年3月22日からは、愛宕浜1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目と町名が変更された。福岡市が1995年に誘致し、開催都市となった1995年夏季ユニバーシアード時には、分譲前の高層住宅を含む一帯が、選手村として整備し提供された。ユニバーシアード、福岡大会のシンボルロゴがあしらわれた街灯。ウェーブコースト前2018年撮影福岡市が主会場となった1995年夏季ユニバーシアード福岡大会において各競技会場や開閉式会場の福岡ドームに近くまとまった個数が確保できるという理由で整備途中の西福岡マリナタウンが1995年8月16日から同年9月5日までの期間、選手村となった。選手村には4つのゾーンがあった。宿舎ゾーンとしては分譲前の高層住宅が提供された。内訳は積水ハウス分譲分6棟400戸、博多港開発分譲分6棟600戸、住宅都市整備公団分譲分2棟200戸、合計14棟1200戸が宿舎ゾーンとなった。個別の室内はスケルトンの状態で提供され、仮設トイレや仮設洗面所は各室内に、それ以外の水回りは共同シャワー室や共同洗濯場という形で各棟に仮設設置し、選手村閉村後は再びスケルトン状態に戻し、分譲用の内装工事を行った、後新規分譲された。また、運営ゾーンとして、現在商業施設になっている、住宅販売センターが選手村本部、開校前の福岡市立愛宕浜小学校が、選手村本部分室及び消防隊詰所、現在福岡市立姪野浜中学校になっている、敷地がバスターミナルとして整備された。交流、サービスゾーンとしては、現在ウェーブコースト5番館から8番館がある、敷地に、仮設のビレッジサービスセンターが設けられ、総合案内所、2000席のレストラン、売店、美容室、両替所、郵便局などの施設のほかゲームセンターやディスコまで設けられた。人工海浜を含む一帯は、選手専用のプライベートビーチとなり、隣接地には旗広場や礼拝室も設けられた。ウォームアップゾーンは、福岡市立福岡女子高等学校のグラウンド、体育館、プールが活用された。開催期間中合計161カ国、地域5731人の選手、役員が入村した。愛宕浜1丁目から4丁目までを合わせた人口の推移を福岡市の住民基本台帳に基づき示す。集計時点は各年9月末現在である。ありがとうございます。